うっし。おお、そういうこと。R1 連打ね。うっし、うっし。油断した。不意打ち。ブレッ。すげえ肉片飛ぶな。芋虫を研究しているところ、何それ。ルースこっちエリアに入ったらついつい側行ってレバー引くから。出てきちゃったよ、出てきちゃったよ今じゃ。お前今すげえ具合悪い。そろそろ。お前怖っ。こっちからピョーンって行ってみてガビオ。待ってね待ってね待ってね。そうそうそう、走ってきてピョーンって。お。強ない。まずさ、まず復活先でしょ、復活先でしょ。この山狂ってやがる。この山狂っている。山降りよう。反応が多数接近。おばばばば、ダメ。覗く。これやばいよ。これだけちょっと見て今回終わりにしようかな。滝の下は闇の中に消えてる。ここから落ちたらひとたまりもないだろう。うわっ。おらおら。はあ。え、なんだ。なぜだ。なぜだ。強いぞ。なぜだ。方向キー右なら怒り顔で、方向キー左なら怯え顔で。もう恥ずかしくなってきました。やめて。いける？はい。はい。はい。おお。イエー。いる？はい。はい。はい。おお。イエー。セーフティー下げるファイヤー、セーフティー下げるファイヤー。あっ、見失った。はい。おー、あれ、人形が倒れてしまっている。あの、カチャチャチャン、カチャチャチャンやめて、カチャチャチャンやめて。音立てになって。うわ、なんかこれ顔っぽく見えた。うわ。行くぜ。いい。え、あ、いなくなった。絶対死んじゃダメだよ。何あれ、キモ。みんないるよね。あれキモくね。何あれ。何これ。うわ、あ、あ、あ、すげえ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 。ゾンビだよ。よいしょ。あぶ、あ、あ、あ
れ生きてんじゃない？死んだの？死んだけど生きてるわ。おお。じゃあ。おお。サバイバーポイントもらえた。マジで？回った回った。これが目の前。そう強いそれ。なんだそりゃ。強すぎる。このゲームに必勝があるのか。え、どうじゃない。前方向に向かって。おお、来たぞ。来たぞ。これが成功例で。だからそのさ、ガタイいいキャラの共通の技やめろ。ステージ上の障害物にぶつからないように。はいはい。すげえ面白いじゃんこれ。ただね、ちょっとピントが合ってないから難しい。すごいすごい難しい。ああ、なんだこれ、すげえ無性にぶつかりたい障害物が。大事故。ショットガン。あれ、いやレイガンじゃねえのショットガンかよ。後半全然使わねえ技じゃねえかそれ。上がってきた瞬間打ってくるな。どうだ、上がった真ん中。待ってよ。ちょっと待って、おいおい、俺危ねえって、俺危ねえって、撃て。いやー、怠慢で負ける。やったー。あとはエレベーターまで走り抜けるだけ。あ、これ敵出てくんの？出てくる、山ほど来るよ。逃げる場合だけの話。この青い玉、青い玉も赤い玉も厄介ですね。ただ青い玉の方がスピードが速くてちょっと厄介だから、いや俺ここにいればさ生き延びられるけど、そう反撃に出なきゃいけないんだよね。反撃に出なくちゃいけない。あーん、これ、お、もうこれしかねえ。もうこれでできなかったら、あ、強い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 、これこれ超強い。これだ。これが最強だったんだ。あー、これ超強い。頭頭頭、これ超強い。すごい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 、シールドだ。こいつ倒すためのシールドだったんだ。すごい強いこれ。あ、でもシールド 弱くなってる。シールドなくなっちゃった。倒して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 。あ、これはどうなるの？これはどうなるんですか？これはどうなるんでしょう？嘘やんこれ。いや、めっちゃ悪そうこいつ。怪獣発信、わかりやすい感じしか出てこないねこのゲームは。怪獣が発信した、怪獣が発信しました。怪獣だ、ネジ巻きトカゲだ、もうダメだ。ネジ巻きトカゲが出たらもうダメじゃ。怪獣怖い。やべ、急所しか狙ってこない。頭首ばっか狙って、な、なに、あ、あ、目標はクマちゃんですか。大爆クラッシュ。うわぁ、ちょっと目の前に来た。バカだよ、あの人。超怖い。レオン編ではここすげえビビらされた。うわあ！
なんでやねん。スカーレットからクーポンをもらう。さあスカーレット、待ってくれ。子供がすげえ邪魔してくんだ。ここにいたら、あー子供にバンバンバーン。ほらほらー、わーおだね。ほら、あ、オッケーオッケー。お前すごいシュートセンス。メッシもびっくり。あとはちょっと町の格闘と行きたいところだ。こするように、こするようにダウン中の相手に攻撃をかすめて終わらせたぞ。あ、2号までやって最終回ですか。いいっすね。2号はちゃんと赤いよね。よしよし、オッケーオッケーオッケー。あ、でも体力が、体力、待って待って、体力、こっちの体力回復してないっての。これはひでえよ。わけわかんないタイミングでゲロビとかね、当たるでしょ。ああ、俺も当たっちゃった。すごい。すごいごちゃごちゃしてる。オッケー。アシストのエピオンにやられる気分はどうだ。アシストのエピオンかと思ったら、こう本物のエピオンが出てくるわけだから。オッケー、これも拾っちゃうんですよ、エピオンは。オッケー、これもやっちゃうんですよ、エピオンは。あー、これ、こっちじゃない。え、待て待て待て、コントローラーの位置が決まらないんだよ。うわー。疲れたらアウト。今全く、今全くこの主人公カイジと一番有利なのはシンガリ、全く同じポーズ取ってる。手にコントローラー持ってるのだけがちょっと違うくらいで、全く同じポーズで立ってゲームしてます。12月25日クリスマスに部屋の中で一人、カイジと全く同じポーズでゲームをしてます。くそーくそー、ダメだ。どうなってんだ。なんで俺は泣く。なんだこれ。突然の。俺は泣いてんのか。意味不明の涙。意味不明の涙が溢れて止まらない。くそ。彼らが。なんでクリスマスに一人ぼっちなんだ。なのか。くそ。なんで、なんでクリスマスに。俺は一人ぼっちなんだ。くそ。泣いてる。みんな俺と同じ境遇なんだ。みんな俺と同じでクリスマスに一人ぼっち、家でゲームをやってるんだ。押さなければ押されるけど、押さない。俺は押さない。泣いてるこいつも。今更だけど、金が必要なんだ。どけ。高所恐怖症でもないから、お前も押すな。あんまり怖くない。お前も本心は押したくない。押したくないんだ。押したくないだろう。押したくないんだろう。あ、待って、あ、待って、揺らさないで。結局この修羅のレースを制したの。初っ端のリードを守りきったサハラ。2位は石田のおっさん。手ついちゃったから失格ですね。僕が失格ですね。あとを追う者が次々と落ち、漁夫の利を得るからとなった。みんな泣いてる。俺も泣いてる。